関東軍特殊演習の様子関東軍特殊演習は日本軍が実施した対ソビエト連邦作戦準備略称は赤特縁1941年6月22日に独ソ戦が開始されると7月2日の午前会議は情勢の推移に伴い不定国国策要項を採択し独ソ戦が有利に進展したら武力を行使して 国宝問題を解決するとの方針を決定した。これに基づいて7月7日に、赤徳園の大動員令が下り、第1次動員として13日に、内地から約300の各部隊を動員、16日には、第2次動員として14個師団機関の在満州、朝鮮部隊を戦時定員に重足かつ内地より2個師団を動員。 北満に陸軍の膨大な兵力と資材が集積された。関東軍は北満で幾度か軍事演習を実施していたが、中でも独ソ戦が始まった直後の1941年7月に行われた関東軍特殊演習は実際には単なる軍事演習ではなく、関東軍による対ソ連改戦を見据えた軍備増強政策だった。 独ソ戦が始まり、小戦は、ドイツ軍が圧倒的優位に立つと、松岡洋介外務大臣や原義道、数密委員議長らをはじめ日本政府内では、まずは、日独同盟を重視し、ドイツと協力して、ソ連を攻撃すべしという主張が勢いを持った。この F ・ミマ総理大臣は、野ンハ藩事件で証明された関東軍の原有兵力では、 満州工業地帯の防衛が困難であると判断、関東軍指導部の主張指示。これにより動員令が発令され、関東軍は戦時転移の14個師団及び多数の砲兵部隊、戦車部隊、航空部隊、支援部隊を有数74万以上の大兵力となった。しかし、1941年7月28日の、 南部仏領をインドシナ親中などを契機としたアメリカやイギリス、オランダとの緊張状態が加速したこともあり、日本政府はソ連方面よりも東南アジア方面へと政策の重点を移していった。1941年8月3日、関東軍は田中新一作戦部長とアリスエ20班長らがソ連との戦争を念頭とした態度案を海軍側に提出。 陸海軍間で話し合いが行われるも文書から大祖海戦の文字を削除するように海軍側が迫り5日に打結した。これを受け大本営陸軍部と関東軍は1941年8月9日に年内の大祖海戦の可能性を断念した。その後兵力は充実させたが南方進出方針の決定により大祖戦は行われず、 万毛国境警備のみを行うに止まった。その後、太平洋戦争の中期から当初防衛のために南方軍に対し関東軍から兵力、資材の引き抜きを始めた。末期には本土決戦のためにさらに兵力、資材を引き抜き、満州在留邦人でその穴を埋めていった。結果的に赤徳園で集められた兵員、資材は 対戦末期まで決戦を迎えることなく、本来とは異なる役目を果たすことになった。特殊の表記が正しく、特殊は誤り。また、独組開戦前から、関東軍は大規模な演習を予定しており、この演習は、関東軍特別演習と称されていた。特別演習は、ボタン港北演習場で行われ、期間は1941年7月16日から7月31日の、 間であった戦後ソ連政府は首都モスクワにドイツ軍が迫っている時に関東軍特殊演習が行われたことによってモスクワ救援のための部隊をシベリア方面からの移送が妨げられたことは日ソ中立条約違反の利的行為であるとしてこれを非難してこの時点で日ソ中立条約は効力が事実上消滅しておりソ連対日戦線復刻が 中立条約期限切れである1946年4月以前に行われていても国際法上問題はないと主張しソ連対日産戦を正当化する論拠とした。ヤルタ会談でソ連が対日産戦を秘密裏に決めた後の1945年4月5日、ソ連のモロトフ外相は佐藤直武中総大使を呼び日ソ中立条約を破棄する旨を通告したが、 佐藤が条約の第3条に基づけば、あと1年は有効なはずだと返答したのを受け、モロトフは誤解があったとして、日ソ中立条約は1946年4月25日までは有効であることを認めた。大沼康明、東京裁判から戦後責任の思想へ、長谷川武志、安東中高文庫、2011年、ピアニッシも194から95。 ボリス・スラビンスキー、高橋み江沢和弘役、交渉美祖中立条約、岩波書店、1996年、P313。ありがとうございます。